クイーンコーラルプラスはマリックスラインが運行しているフェリー。鮮明のプラスは楽しく心地よい多目的実用的な船を意味するバクロニムである。クイーンコーラルの大船として神田造船所川尻工場で建造され2008年12月3日に就航した鉄道建設運輸施設整備支援機構の共有建造制度を利用して建造された鉄道 運輸機構との共有線である。本線とクイーンコーラル8で2日に1便を運行する。船体は6層構造で、6階が操打室、5階が乗組員区画及び遊歩乾板、4階が旅客区画、3.2階は全部が旅客区画、後部が車両搭載区画、1階は車両搭載区画となっている。両舷線尾にランプウェイを装備しており、 トラック、乗用車などをロールオンドオールオフ方式で車両甲板に搭載するほか、選手甲板がコンテナスペースとなっており、コンテナをデリックによるリフトオンリフトオフ方式で搭載する。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づいて作成された鉄道、運輸機構の旅客船バリアフリーガイドラインに準拠したバリアフリー高度化線である。 通常の船内設備に加えて、高齢者や新障者に対応した、客室、多機能トイレ、車椅子対応エスカレーター、エレベーターなどのバリアフリー設備を備える。1等1名室、2等洋室、ペットルームなどが新たに設けられた。現在運行中の沖縄航路のフェリーの中では、唯一、大浴場を設けている。パブリックスペース教職。 物販設備入浴設備娯楽設備2012年4月27日17時40分頃、徳之島の亀徳港から奄美大島の名瀬港へ向かっていた元船は、徳之島の北東約6.8海里を航行中、潤滑油が漏出して、右舷式を運転できなくなったため、左舷式のみで航行を継続した。潤滑油漏出の原因は、右舷式の亀軸ン部の軸受け、 ブッシュのメタルが剥離して、オイルシールを損傷したためだった。また、2012年8月29日、20時55分ごろ、那覇港から鹿児島港へ向かっていた元船は、与論島の北西約10.6海里を航行中、同様の原因で潤滑油が漏出して、左限式を運転できなくなったため、右限式のみで航行を継続して、 最寄りのロ論島茶花港に入港して、当該部を予備品と交換する修理を行った。2014年6月9日、13時43分頃、本線はロ論港に入港する際、左限側からの風及び潮流にあつ流され、右限中央部がフェリー岸壁の南東端に衝突した。衝突により本船は右限中央部に亀裂を伴うゾンを生じ、壁は、 端部のコンクリートが欠損した。事故発生時の天候は晴れで、約秒速10メートルの東の風が吹いており、フェリーフ島付近には、西寄りの潮流があった。ありがとうございます。